はい、夢です。こんにちは、どうも。はい、今日はですね、こちら表参道に来てますよ。はい、僕表参道に来るといえば、そうです、恒例の髪切り動画、また美容院行ってくるので、はい、またまた髪切ってきます。でね、前回髪切ります、美容院行きますって動画上げたのが多分ね、8月の中旬から下旬だと思うので、はい、今日12月ですから4ヶ月経ってますね。なので4ヶ月周期で、まあ大体切ってる感じですよね。はい、いつもおなじみの美容院これから行ってきます。でね、結構ね、だいぶ伸びてきたんだけど、まだね、僕にしてはちょっと早いかなって感じなんだけど、まあでもね、やっぱね、パーマ落ちてストレートになってきたし、この辺もね、なんかプリンになってきたし、あとね、あのパークでね、動画撮っててもね、こう髪のね、この目のあたりにね、こうなんか髪がチラ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 してね、ちょっとやっぱうざいので、はい、今日はね、今回は早めに、はい、切りに行きました。はい、もういつもね、おなじみのところで切ってもらいますので、はい、どんな風になるのか、こうご期待です。じゃあご期待ください。はい、じゃあ行ってきます。はーい、髪切ってきました。どうですか？今日も今回もバッチリ、はい、やってもらいました。めちゃめちゃスッキリした。いやー、どうこれ？ちょっとこっちの角度。はい、こういう感じね。はい、ちょっと反対側見せようか。反対側。ちょっと待ってね。はい、反対側こんな感じですね。いやー、今日もいい感じですよ。ちょっと後ろ見せようか。後ろこんな感じね。はい、どうですか、こちら。はい、これですね、いつもやってもらってるね、表参道のこのリアンというですね、この病院でいつもやってもらってます。今回もいい感じにしてもらいました。めちゃめちゃ上手でしょこれ。ほら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 、はい、こういう感じでやってもらいました。はい、今後もですね、ディズニー情報を中心にいろいろと動画更新していきますので、はい、皆さん引き続き視聴の方よろしくお願いします。はい、今日の動画以上です。じゃあね、失礼します。